ねえねえ、聞いて。アイさん、君に話して自分の中で整理できたんだ。アイさんね、みんなに笑ってもらえることを追求したい。この間はダジャレの新境地を開くんだって言ったけど、笑ってもらえるならダジャレじゃなくてもいいかなって思ったの。そうそう、笑ってもらえるならいろんなことに挑戦してみるのもありだなって。アイ友のみんながアイさんのことを思ってくれてるんだよ。アイさんはそれにお返しをしたいだけってことで、お笑いの研究付き合って。DVD 借りてきたから、まずはこれを見て研究。ああ、おかしかった。お笑いって自由だよね。アイさん何やろうかな。ちょっと、廊下まで笑い声響いてたよ。何してんの？楽しいこと？ごめんごめん、ちょっとお笑いの研究しててさ。ほら、宮地とリナリンも見てみなよ。面白い、リナちゃんボード、ぷぷ。こういうの初めて見た。日本のお笑いってこんな感じなんだ。ステイツとはかなり違うね。スタンドアップコメディってのがあるよ。皮肉を扱うことが多いね。もっと教えてよ、宮地。ていうか、挑戦しない？リナリーも一緒に。3人でお笑い。